皆さんこんにちはあつこストロンゲストです今回ご紹介する本ははいこちらです風のまじむ原田マハさんですでこの本はあの物語なんですけれどもあの実,実際のえっと人が、まあ、あのモデルになっているんですねで えー、沖縄で派遣社員で働く主人公が、えー、と社内ベンチャーの、えー、と募集に応募して、えー、と南大東島のサトウキビで、まあ、ラム酒の会社を作るとそういうことなんですね。まあ、結果的にはうまくいくんですけれどもそこに至るまでの道のりはまあ大変な困難だったということですよね。 で私はですねこのモデルの女性をあの昔からちょっと知っているんですけれどもまあ何しろですねいっつもにこやかでこう厳しい顔とかなんかねあのそういう顔を一切見たことないんですね多分ですねあの今まで大変なことがあったからこそいつもまにこやかでいられるのかなとそういうような気もしますぜひとも見習いたい女性の一人で皆様にもですねぜひ読んでいただきたいと思います。 はい今回もご覧いただきましてありがとうございましたまたですねこのように元気づけられるような本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまた是非見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします